はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、こちら池袋にございます伊藤食堂さんに訪れております。こちらのお店さんはですね、昼夜と、まあ、メニューは変わるんですけれども、どちらもガツッとしたいいねサービス定食なんかも多数販売しているお店さんでございまして、結構ね、僕らなんかだとデカ盛りも、まあ、ちょっと注目というか有名なメニューになりますので、大食いの方からいろんなね YouTuber さんもこぞって集まっているお店さんでして、僕もね、以前一度動画の方で訪れてはおりますけれども、今日はねちょっと久々ということで、こちらね伊藤食堂さんのデカ盛りメニューですね、いろいろあるんですけれども、そちらをね2品ほど楽しんでいこうかなと思っております。じゃあとりあえずね注文しちゃいましょう。そしたらすみません、そしたら特大カツカレー一つと、はい、特盛りの生焼き定食をお願いします。はい、ちなみにね、先ほどちょっとお話ししたように、昼はね、まあここら辺本当にオフィス街ですから、いろんな方が、まあ、食べに来るんですけれども、夜になると夜メニューということで、飲み屋さん系のね、いろんな単品も販売ございます。ちょっと僕の後ろにもう乗ってるんですけど、後ろを見るとね、もうちょっとと僕個人的には食べたいというか、お酒と当てたいメニューが多数ありまして、これね YouTube のみならずテレビ等の撮影でもねお店取り上げられているそうなので、ぜひねお近くの方はお昼のねランチだけではなくて夜ね飲みに来てみてください。ということでですね、本日注文したメニュー2種類ですね到着しました。いろいろと食べながら説明するとして、早速ねこちら出来たてをいただきたいと思います。いただきます。まずはねこちら生焼き定食かな。おそらくこちらのメニュー雑誌とかにも取り上げられているような、こちらの伊藤食堂さんの中でも代名詞のようなメニューだと思うんですけど、これちょっと分かりますか、むちゃくちゃうまそうなんですよ。うまそう。うわ、このしみしみの玉ねぎとお肉、うわたまんねえなこれ。うまっ。うん、うまっ。あ、やばいなこれ、絶対白飯足んないわ。うまっ。またこの生姜焼きはね、このタレ染み込んだキャベツも主役ですから。すみません、ライスおかわりお願いしてもいいですか。いやこれ一瞬でなくなるライス。すみません、ありがとうございます。いただきます。ちなみにこのね特大の一番大きいサイズの定食を頼まれますと、目玉焼きね2個ついてきます。そしたらキャベツとで生姜焼きで、最後にこれ目玉焼きと。ちょっとねこれおかわり分は贅沢にこれ全のっけでいかせていただきます。超うまそう。いやこれやっば。うん、を絡めると最高だなこれ。
とこれはこっちは目玉焼きご飯かな。本当申し訳ない。今日2品頼んでるんで、出来たてねバランスよく食べようと思ったんですけど、この生姜焼きが好みすぎてあっという間にこっちだけ食べきっちゃいました。そしたら本日残すところはこちらの特大のカツカレー。いい味すんな。やっぱカレーたまらんで、いただきます。うまっ。これダメだ、あっという間だ。うまい。これおそらくですけど、映像で見るよりもね全然ご飯多いです。でも多分ペロッといっちゃう。うめえ。これはカツだな。もうまたカツも分厚いな、これ。やっぱりこの厚みですけど、もう全然噛み切れる。というか柔らかい。すいません、ちなみにカレールーとかって追加で別途注文できたりします？はい、じゃお願いしていいですか？はい、すいません、ありがとうございます。いただきます。そしたらちょっとね、中心の方はお米ぎっちり入ってますので、ここに、追加で注文したルーをね、あ最高です。まあ、うまい。まあ、うん、そろそろ、まあ、本日初のこのカツカレーとして、ちょっとこれ邪道かもしれないですけど、付け合わせにねマカロニあるんで、味変に。うん、やっぱりこのマヨネーズ感嫌いじゃない。うん、合うね。
しめに福神漬けめっちゃ乗ってるな。ということで本日はですねこちら伊藤食堂さんで有名なデカ盛り2品食べてきましたけれども、正直ですね途中で美味しすぎるからといってお米おかわりしたの後悔するぐらいお腹いっぱいでございます。こちらのお店さんは定食メニューであったりとか夜になると揚げ物系なんかもねすごく人気で出るということなので、ぜひですね気になる方はこちら伊藤食堂さんで昼夜問わず美味しい料理食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。高評価だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。